始まった。配信中になってる。うん、なってる。9時22分。9時22分。カモダイさん、後ろにこんなことなってることないから。おちんちんさん来たよ。わたつ。大怪我してないっつってなんかもうおちんちんさんここどこ？こ公園に来てまーす。クミタンアットマークカズミチヨシさんはどつ？クミタンはどつ？はい、そうでーす。なんでこんな、なんでこんなことなったんですか？好きでこうなったんじゃないから。ごもっともなんですけど。たくみアットマーク、かずみちプロマネージャーさんはどつ？たくみさんはどつ？福蔵さん殴られやで稼ごうわら。いっぱい人います。うん、なんかもうちょっと寄った方が
走ってます。経験者じゃないと思います。お笑いか。ふみたんアットマークかずみちおしさん頑張れチルダ頑張れー。ライブトークまで走ったね。今ウォーミングアップ中です。トレーニングお疲れ様です。出てる。
ノエルはちょっと厳しいですね。はい、休憩です。お疲れっす。これはもう走り込みからですね。そうだね。お疲れ、見えてる？見えてたら手挙げていい？見えてる。お疲れ。もう体力が全然ないわ。お疲れっす。やばいね。マジでこれやばいぞ。9分戦えねえぞ。ランニングしただけでこれだもん。やばい。ランニングからやった方がいいですね、これは。そうだね。持久力をつけましょう。こんなの9分戦えないよ。9分ダッシュ10分は無理だね。倒れる。慣らしていかないと。今やったら明日動けなくなるから最初の1週間は慣らす。行ってくるわ。おちんちんさん、おちんちんさん、いらっしゃいって言って。アウトでーす。いらっしゃい。そして知りましたサンパタ、あの超絶トレーニングなのか。
危ない危ない。おちんちんさん強そうだけどね。そして死にましたさん、もっとみだらに、もっとみだらに撮影して。あーそうだ、膝注意。え？膝？カウンさん、膝蹴りがある。膝はね、距離的にね、首つかまれない限り当たんない。前蹴り、前蹴りと横、右の。首相撲したことありますか？首相撲はないです。俺が寄ってきてるとコメント見たい時だから、はい、右利きでーす。そして死にましたさん、これ最初に挨拶の時とかいきなり口入れてもいいよね。聞くで中だ。あそして死にましたさん、左の構えも練習してるな。
そして知りました3コメントを角道に呼びかけてあげてセコンド。コメントを和道に呼びかけてあげて。よし。そして知りました3セコンド。セコンド。いいよいいよ、左いいよ。腰できる、腰回ってるよ。コンタさくらんぼさんはどつちるだ。コンタさんはどつ。そして死にました。3ナイスセコンド。ナイスセコンド、ありがとうございます。ダメだ。そして死にました3よし、ダッシュかけてみよう。休憩です。休憩入ります。そして死にました3休憩かチルダ。3の1分チルダとか残り時間は言ってほしい。30超えて運動するのきついな。本当にやばいよ。マジでまともに体動くようにしないと。マジできつい。そして死にました3セコンドはブレイクの時に褒めちぎってね。あ、ブレイクの時に褒めちぎる。そうだ。あ、よかったよ。今のよかったよ。左ね、腰が良かったよ、腰が。おちんちんさん、おちんちんさんいらっしゃい。おちんちんさんいらっしゃい。そして死にました3、いいよいいよ。相手怖がってるよ、蹴り伸びてるよ、とか褒めちぎってね。明るいところはね、今ね、ちょっと人がいるから後でかな。ないから明るいところ行って。後で。おちんちんさん出席取って。今、コントの練習してる人がいるから。やばいなこれ。死ぬぞ。9分間は出席取ります。手挙げてください。出席取ります。手挙げてください。たくみさんいらっしゃい。たくみさんいらっしゃい。席の味方いらっしゃい。正義の味方もね、セコンドに入れたかったんだけど、ロハコさん、一人だけしかダメだっていうから、ロハコさんにするわ。みんないらっしゃい。のぞみの部屋さんいらっしゃい。シムケンさんいらっしゃい。ダマオさんいらっしゃい。そして、シーマシタさんいらっしゃい。シンさんいらっしゃい。アズさんさんいらっしゃい。どうもでーす。ね、いらっしゃい。いらっしゃい。マジで体、これ動かないよ。みんなすげえな。コンタさくらんぼさんの。コンタさんいらっしゃい。金梅さんもっと動きてたよね。うん。そして死にましたさん、かずみちさんが。金梅さん体力あるね。むじまるさんいらっしゃい。コンタさんいらっしゃい。たかやさんいらっしゃい。おちんちんさんいらっしゃい。和藤さん体力温存するのは一発一発が重すぎると思う。いや、まずは体力作るために、とりあえず体を動かすところから始める。というよりもね、体が重い。何より体が重い。
もう本当に動かない。とりあえずね、体をこの1週間は慣らすところから始める。マジで。そして死にました。39分で出発だけフィニッシュブローを打つつもりでやってみて、おちんちんさん5分で KO 狙いでいったら、いや3分3ラウンド。とりあえず9分作れる、あ、9分動ける体は作る。そっからまず。そして死にましたさん、多分アドレナリン出ずに出ると思う。いや出てないよ全然アドレナリン。行ってくるわ。アキヒサさん頑張ってるね。そして死にました3、1ラウンドで3発だけよ。全力で打つのは1日後、1か3トレーニング頑張ってくださいね。応援ありがとうございます。はい。そして死にました3、今1分とか残り1分とか結構力になるんで、人間の卵さんはどつ頑張れ。できなくなってる。28分から測ってます。今30秒。10秒。3分経ちました。水棒の練習もした方がいいんじゃ。1分休憩入ります。秋久さんどこを目指してる。そして死にましたさん、打ってすぐガードに手を戻してるでしょ。あれはいいよ。打ってすぐガードはいいよ。カエルさんはどつ。打ってすぐガードはいいよって言ってるよ。ーーいいよいいよ。
ガードを上げながら打ち続けよう。そして死にました。3ガードいいよチルダ、できてるよチルダ、ガードいいよ。はい、1分経過スタート。1分経過。はい、休憩入りまーす。これ負けるぞ、これこのままいったら。これは体力負けです。縄跳びしましょう。縄跳び、やばい。そして死にました。3休憩が中だ。人間の卵さん、縄跳びと走り方をやらないとね。本当に基礎体力戻さないと。バンテージ外すわ。そうだね。そう、3分の体幹体に叩き込まないとマジでやられる、これ。ナオツ、トモチョコありがとう。あのアマゾンであれも買う、筋トレもやってんだけど毎日あれ買う。プロテイン、本命チョコじゃないよこれ、トモチョコ。そのチョコ、そのチョコ、本チョコはね、バーンってエフェクトかかる。バーンって入る。あ、藤木くんが来た、藤木くん。藤木直人、アットマーク的吉井さんの星さんの男だよ。え、有名なのこの人。違う、吉井さんが藤木くんが好きで、みんなよ、なんか藤木くんになってる。あ、そうなんだ。藤木くんいらっしゃい。サボちゃんかよ。え、あ、サボちゃんなのこれ。え、サボちゃんだって。サボちゃんが、吉江さん用アカウントでね。あ、そっか。お疲れ。吉江さんからいらっしゃい、サボちゃん。どうした、なんかジュース飲む、うん、買ってきて。すいません、スポーツドリンクか、はい、お茶。あ、なんか今しちゃった。大丈夫かな。あ、いいよ。はいはい、なんか来てる、いっぱい。バーガーありがとう。バーガーありがとう。これあれだな、話になんねえな。まずかっこ悪いとこ見せらんねえぞ。バーガーありがとう。かっこ悪いとこ見せらんねえよな。お疲れっす。マジきつい。お疲れ。いや、楽しみっつうか、マジで恥かくぞ、これ。うん。ちゃんと練習しないと。マジで多分今、てるちゃんピン爆笑中でしょ。てるちゃん爆笑中でしょ。てるちゃんわらわらだよ。腕立て？
腕立てできないんだよな。5月か6月だね。ゆきさんいらっしゃい。腕は太くなったけどさ、これやられっぞマジで。やばいよ、マジでやばいと思う。ありがとう、サンキュー。はい、KP そう持ってて。え、腹出てるよ KP。 そして死にましたさん、カズミチさんが胴だけ蹴ってガード上げて3分動いてみ、それなら3分3ラウンドは動けるはずよ。ローだけ蹴ってガード上げて3分、それでちょっと動いてみようか。人間の卵さん、あとは打撃を受ける。そうなんだよね、スパーやって、スパーやっておかないとね。負け確定だよね KP。 のんちさんにロー蹴られようか。軽く蹴って最初は軽くね。新さんお嫁様もトレーニング中 W。 そして死にましたさんで大地が残っているようなら時々バックブローや肘、膝、前蹴りを混ぜていけばいいと思う。のんさんが怪我するな。なんではしゃいでんだよ。なんでお前が楽しそうにしてんだよ。レクチアットマーク確認。レクチいらっしゃい。前の方が飲みてえな、お茶より。レガース？うんま。そして死にましたさん、これ、のんちゃんの声良くなったら笑うな W。 ゆきさん、トレーナーについてもらって基礎から学んだ方が。いや、ジムね、一回3500円かかるんだよ。そして死にましたキックボクサーのところ。ジム1ヶ月最一番安いの8000円だしさ。トレーナーはもう本当につけたいけど金がねえからつけらんねえわ。タバコ一本吸っていい？はい、じゃら。はい、じゃら向こうにある。ここで消して向こう持ってくから。あれ、ライターは。いや、タバコ吸いに向こう行こうか。のんたん、この辺、この辺持ってっていい？持ってきてもらっていい？はーい、終わり。喫煙所行きます。全部全部。甘いもの飲んだらダメなの？糖分ってダメなの？え、糖分大丈夫でしょ、運動した後。あ、やべえ、膝に、右膝痛めた。体硬っ、右膝痛え、裏ダメなの？別に大丈夫だよね、甘いもん。試合中ならいいんならいいんじゃないの、練習中。ダメなの？ダメなのかな？そう、山手線の後遺症。膝完全に壊れてんだよね。一口だけよ、一口だけ。
空手のスタイルだからさ、俺がさ、それが原因なんだよね。空手って前段本気だから、フェイント一切なし。でもね、ほんとみんなも体動かしてごらん。俺の気持ちわかるよ、30超えてたら。30超えて、今日体1時間動かしてごらん。あー、でもあれだよ、黒帯も取ってないよ、小学生の頃だから。重力どころか、もう肺がとにかくずっと苦しい、呼吸ができない、体が重い。テルチャンピン格闘技の経験あるって言ってた。サッカーだ。サッカーそう。だよね。誰か喧嘩強いやつと、あれだな。あ、そうなんだ。人間たも格闘技やってたんだ。ガチッチはね、喧嘩スタイルだから、あと身長が違うし、体壊す可能性があるんだよね。手加減してくれるのはいいけど、あの人喧嘩屋さんだから、多分ね、ストロングスタイルだし、組み技系なんだよ。ガチッチ優しくして。いや、あの、本当に怪我する、体重差。身長が違いすぎるし、体重も違いすぎる。酸素管とかいらないでしょ、別に高校生とか使ってないから。8000円なんだけど、今撮影の交渉してる。生放送、練習風景回していいか聞いてる。で、そこはトレーナーつかないで8000円使い放題で、3ヶ月通って2万、解約料とか込みで2万いくらって言われた。だからトータル2万いくらかかっちゃう。1ヶ月8000円のとこなんだけど、なんか2年間契約しないといけないんだって。で、撮影ができ、練習の撮影できなかったら意味ないから。で、3500円のところは撮影 OK もらってる。そこはトレーナー作って。でも、そのサンドバッグ蹴ってたりとか、他の人映したらダメって言われた。とりあえずだから公園で自主トレだよな、しばらくは。ジム行っても動けねえよ、こんなの。そう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 、ほら仕事してるからさ、配信の時間も作りたいから、食えなくなったらそっちもアウトだからさ。じゃあ配信回せるキックジム、サンドバッグ蹴れれば多少違うんだよ。ローキック重たいのね俺。モーリーおじさん、サンバドさんがパルパルに殴りかかった時の青山さんの食べ方が、そうすごい、あいつ目と反射神経めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい。あいつ運動神経では確実に負けるから、もらいながらカウンター取らないダメだと思う俺は。その作戦だね。だから素人だから右ばっか蹴ってくるはずなの、左蹴れないのね。だからサウスポーにスイッチしてんの俺、左足持ってかれないように。ハイはモーションでかいから、ミドルとハイは耐えられるんだけど、ローもらい続けるとやばいから、あのサッカー選手ので、右足で蹴ってくるから、それはやんない。メリハリつけてやる。一応対策は考えてる。そうだね。相手の体力を奪う作戦でいこうと思ってんだよね。多分ね、テルチャンピンもね、9分動けない。喧嘩って大体1分で終わるから、だからそこはね、格闘技好きの経験を生かして9分遊んで最後のラウンド仕留めに行こうと思ってる。とりあえずだからさばきの練習だな。パワーは絶対負けてないから。喧嘩じゃないよ、試合です。睡眠時間多く取るよ。
大丈夫だよ。いや超怖えよ。考えてみ、31歳で24のさ、あの反射神経いいやつと戦うんだよ。いや手はね、あの当たらない。手は大丈夫、ガード上げてるから俺。ですね、便所太郎さんの企画で、会場貸し切って大会開きます。金梅さん、セブンさんが戦って、セブンさんはもう一人、三倍目ヒカルと戦って、便所太郎さんはユイガさんと戦うの。で、俺はね、あと、どれ、深夜食堂さんとか、里見さんも出るんだけど、石川紀之が、なんかとか、すごいよ。ナーボーとか、桃襟とか。で、俺がテルチャンピン戦います。主権ありがとう。風船ワイワイさん、ボクシングですか。いや、ムエタイルールですね。よし、体冷えてきて行こう。知ってる、トラスケさん、理屈じゃ勝てないぞ。もちろんもちろん、経験者だから蹴りしかないだろうと、ベンジョさんから。うん、分かってる分かってる。だから蹴り対策で動いてんのよ。あ、ちょうどライトあるところ開いた。エローさん、体冷やしながら筋トレとか、アホじゃん、わら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 。筋トレ？筋トレじゃないよ。いや、ムエタイルールで相手が蹴りを指定してきたから、相手はサッカーやってたから蹴りありじゃないと出ないっていうのが向こうの条件なの。あのね、アウトロー系は全員参加してないんだって。要は逃げた逃げたって弁当太郎さんが煽ってたよ。こんな時だけ逃げんのかよって言ってた。なあ、言ったらヘタレだろうっつって。ここに参加してるやつが本当に気合入ってるやつらだよって言ってたよ。弁当さんがめちゃめちゃ煽ってた。喧嘩上等なら出てこいよっつって。俺が言ってるわけじゃないよ、俺は自分のことで精一杯だから。でもまあ、ゆいがさんはアウトロー系に入るんじゃないの。のんちゃんもやる？じゃあ練習します。のんちゃんもやる？3分測って。はい、スタート。3分間体幹だけ入れるわ。はい、膝くねった。ああ。
3分長え。チョコありがとう。風船ありがとう。のんちゃん運動神経いいんで意外と。代わりにのんちゃん出すか。のんちゃんの方が動けてるね。のんちゃん出すか。無謀だよね。きついよね。ワードツー、セシボン。のんちゃんの方が動けてるな。本当だよね。全くだよ。のんちゃんめっちゃ動けてるよ。ロッキー見たことないんだよね、俺。ロッキーやっぱ見た方がいい？ロッキー見た方がいい？のんちゃんかわいいだろ。2分3ラウンドじゃないと難しいな。俺2分って聞いてたのにな。30秒やられるな。これやられるぞ俺。これやられるぞ。テルチャンピンの動きどうなの？みんなテル動ける？みんなどう？あいつ練習してる？徘徊してた。やべえなマジで。右膝マジ痛い裏筋。これやられるぞ。これボッコボコにされるぞマジで。恥かくぞ。だよな。ボッコボコにされるぞ。ボッコボコ。フルボッコだよね。やべえぞこれ。これフルボッコにされるぞマジで。マジフルボッコにされる。いやいやいや現実見ないとダメでしょ。スタイル変える？タイソンスタイルでいく？そうだな、煽り動画の、煽り動画の制作だけ本気出そう。テレテレン、テレテレン、テレテレン、テレわぁテレテレン、テレテレン。本当だね。俺のモナリザさん太極拳を極めるの。そして死にましたさん、まず試合前に怪我しないようにね。はぁ、頑張るよ。アルさん、ワンアールで決めるスタイルにした方が現実的かも。出口アットマーク、カズミチ、オシさん、素材は
原。新さんかわいい www。 もう一回ハイ打てる。いいよ、ハイパン。カメラ意識しなさい。あんた配信者の嫁さんでしょ。だってこれきついな。うん、破けたよ。そっか、ミドル。いいよ、ミドルっていいよ。あー重い。いいよ。怖えな、やっぱ。あー、いって、重っ。やべえ、のんたんのでいて。やべえぞこれ、のんたんのでいて。やべえ、ほんと久々殴られた。やばいぞこれ、のんたんのでマジでいて。やべえな、やべえぞマジでいて。やべえぞこれ、男に殴られたら死ぬぞ。ほんとに痛い。え、やべえよ、のんたんの蹴りでマジでいてえもん。のんたん代わりに出そうかな。やべえよ、やべえな、マジで。人間の卵さん蹴りは痛いよ、顔にはいったらトラウマに。痛え。モーリーおじさんさん、たまに良いミドルを蹴るのんたん爆笑。うん、新さんのんちゃん強い www。 ちょっとワドっつって代わりに出そうぜ、あれ。ウェイじゃねえよ。やばいねこれ。そうだね、ガチッチを出そう。増量に成功したっつってガチッチ出そうぜ。怒りのマンチ固めさん、青山は半年前まで肉体労働者やってたから油断するな。やばいな。新さん機と戦ってる www。 ラリラリさんやる気になってきたよ。え？いや、マジか。皮肉なほど空今日綺麗だぜ。新宿の空やばいでしょ、今。超綺麗でしょ。新宿ってさ、雲がかかると、明かりで空こんな明るいんだよ。新宿の空ってね、夜でもこんな明るいんだよ。やばくない？ライトに照り返すから、すごい明るいんだよ。綺麗でしょ？新宿紹介してる場合じゃないけどね。新宿ですよ。新宿中央公園。いや、ヒットの瞬間とかそういう余裕ないよ。30秒戦えないんだもん。やられるな。いや、毎日やってるよ。もう3日間やってるよ。イメージトレーニングは。筋トレとイメージトレーニングやってるから。
方がいいやろな。組合にならないよ。ムエタイルールだから。18オンスのグローブつけてるからならないよ。金がない、ジムがあっても。50メートル1本もできねえよ。やべえな、これ。3P 練習してんの？やってない？パワーインファイトで行くか。のんたんさ、付き合って打たないからフォガードしてで、くっついてで、そのままそうん、いいよ。あ、インファイトで行くか。のんたんは普通に上からかぶさる感じぐらいの高さ。そうそうそう、もっと高く高く。そうそう、ガードじゃない。普通に、そうそうそう。この距離で打ち合うんだぜ。さあ、のんちゃんさ、フック打ってきてもらえる？さあ、フックだっつったら、フック。ゆっくり。寿司ボンさん、かずみちは一発青山に入れてるからな。反対。いいよ、いいよ。ごめん。ポンタ、さくらんぼさん、ガチンコファイトクラブみたい。18オンスだからね、多分ね。そして死にました。タンバコはボディ効くよ。卵さん、ボール投げて避ける練習の方が安全。そうだね、ただボールだ。過酷だよ。クリンチあるよ。あ、ムエタイはクリンチで止めないよ。だけど、16オンスでね、クリンチできないと思うよ。いや、ダッキング、ここで吸ってる。吐きそう。のんたん、普通にさ、当たるか当たんないかぐらいで、ストレートとかフック打って。パリングの練習するか。いいよ、どんどん打っていいよ。そして死にました。タントンちゃん、体感がいいよな。腰回ってるもん。いいよ、いいよ、どんどんいいよ。いいよ、スピードつけていいよ。もらうね。釣り船で鍛えてるよ。そうだ、木をさ、揺すって葉っぱ取る練習しないと。パス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 。10枚取れたらボクサーにしてもらえるんだよ。反射神経すごいいいと思う。俺もあの動画見てびっくりした。
あれはすごいね。しかも結構離れてたから機動力半端ねえよ。やる？いいよ、普通に顔面狙わないといいんだよ。あ、当たった、もらった今絶対もらった今絶対今ヒットしてた。あ、もらったな。もらうな、これ右手こっちだよね。あぶね、もらうもらう、やべえな、もらうな、これこれもらうぞ。のんちゃんですら2発もらうぞ。これやばいぞ、やばい。これもらうわ。モーリー、おじさんさん下がるなら相手のパンチを額で受けて前に行く練習した方が初心者は良いかと。そうだね、そっちで行こう。膝蹴りがあるからな、膝蹴りがあるから中入るの危ねえな。やっぱ膝があるんだよ。膝が怖い。ムエタイルールだから肘膝ありなんだよ。入るね。人間の卵さん膝が溝落ちに入って一発 KO だな。一発 KO だよこんな。俺のモナリザさん膝を入れさせないための対極拳バラ。ひじちアットマーク風道よしさん肘。セシボンさんフットワーク使ったジャブから練習、ストレートはまだ早い。マユユチョチョコウミヤシさん頑張ってるね。あったりつくあったりつく。マジか。もうさ、これさ、あのさ、試合当日までにさ、100キロまでにするか。ハート様作戦でいかない？ハート様作戦。体重増量してビビらせようぜ。それどう？今70キロ台だけどさ、30キロプラスしない？それビビるっしょ。いや、逆にもう走らないで食いまくって100キロにしない？どう？
捜索戦どう？こんな体でいかない、こんな体で。ワンツーロー。ワンツーローね。ブロッキングだけね。これやばいね。みんな、じゃあ今現時点で、テルチャンピン、青山とワード、どっちが勝つか予想書いて。現時点で。はい、全員書いてください。青山の人は青山、ワードの人はワード。試合5000円だってよ。東京で5000円だって、会場。結構大掛かりな企画になりそうだよ。石川の隆起も来るし。すごいよ。ワード。あ、そう。青山、青山。青山青山いい勝負、互角。そうだね、膝冷やさないとね。割れてるぐらいか。割れてる感じか。そうだね、前蹴りで牽制する感じがいいかもね。期待を込めたワードってことは青山の方が今優勢ってことね。現時点でね。90% の確率でワード。あ、90% で青山。スタミナがね、青山優勢か。身長俺よりちょい高いくらいだね。身長は変わんないと思う。身長同じかな。なるほど、素人同士だからまあ勝つ可能性あると。デコ王さん、プロ同士じゃないからギリギリの間合い取って手でワンツーを落とす練習してみな。おお、ワイワイさん負けそうですね。トムスーさん、青山手足長そうだけどね。いやー、膝やべえ、ぶっ壊してるわ。やっぱ膝が治ってない。16オンスですね。体力勝負だね。リーチは俺の方が長い。俺めちゃめちゃ腕長いんだよ。普通ね、この幅からこの幅まで身長になるから170のはずなのに俺185あるの。めちゃめちゃ腕長いから。リーチは俺の方がめちゃめちゃ長い。すごい長いでしょ。俺マシバって呼ばれてたんだもん。マシバって呼ばれてたんだよ。長いでしょ。リーチは絶対俺の方がある。マークさん蹴りの方がパンチより強いから足技鍛えたら。足技ね。おじさんさんと食らいたい。これで行くの。これで行くの。これで行く。これ行こうか。これあれ名試合だよな。試合6月3ヶ月後ドームライ戦いいな。そうなんだよね、戻りがね。っていうか膝痛めたな。空気読んで、あ、青山ドンフライ戦やってくんねえかな。空気読んでくんねえかな。それ面白いよね。そうだね、奇襲だね。必ず一発目は自分当てないとね。飛び込まないと。俺飛び込むつもりだよ。
最初の一発は絶対当てよう。青山が蹴り技じゃないと出ないって言ってる。膝が痛い。鼻に膝入ったらね、一発で終わると思うよ。わかんない。隠れてやるタイプなんだ。俺は毎日でやってるけど。嘘。テル息切れしてなかった。やばいね。そうそう。いや、シューズ履きます、試合は。いや、違う、今膝が壊れてね、膝いってんだわ。さっき筋痛めちゃって。テシボンさんパンチがスローに見える。パンチ遅いかな。あのさ、お前らプロボクサーとかと比べんなよ。素人のおっさんだからな、ニートの。3年間引きこもって毎日パソコンの前で喋ってたおじさんだからな、俺。無茶言うなよ。拳握んないでいいの？ネタ感全員ないよ。みんな練習してっから。みんなやってるよ、ガチで。みんな負けず嫌いだからな、配信者は。デコ王さん完全に当てたいならパンチ一箇所だけに打たない方がいい。ホーリーおじさんさん新宿の金庫、ワド。完全に当てたいのはパンチ一箇所だけに打たない方がいい。ほうほうほう。すいません、セシボンさん。殺す気で行ってください。殺す気で行かないと多分殺されるよ。空手で行こうかな。下手にボクシングで行くからダメなんだよ。
オロチドッポスタイルで戦う、もはや。タラケンさんベストキットやハラ、ここであえての空手でいかない？ゴリゴリのクラシックスタイルの空手でいかない？うん、あいつ空手使ってるよって。空手で行こうよ、もう。空手ダメ。叩く感じで距離感ね。回し受けやる？回し受けってどうやってやるんだっけ？上段受けとこの辺？上段受けと下段受けだよね。だから回し受け、シシマルさん、どこは切り足ハサミ殺し。ドッポスタイルでいくか。ドッポスタイルで。ドッポだな。俺のモナリカさん、マッハ好きでしょわら。OGW さん、初戦配信者、無駄なことして体力消耗わら。モーリーおじさんさん、あと目をカメレオンみたいにするやつね。空手スタイルの方がいいんじゃないの。三眼ね、三眼。マッハ好き、オロチカツミ。あえてのクラシックな空手スタイルでいくか。昔やってたスタイルの方がいいんじゃないの。シシマルさんてるチャンピンバーサスカズミチが動ける同士盛り上がると予想しています。シシボンさん、あと円の中に石を握ると良いわら。空手で行こうかな。向こうが練習してないならボクシング、キックボクシングスタイルじゃなくてよくね。なんかそんな感じがしてきた。じゃあそろそろ終わりにします。帰ろう。のちゃん、ありがとう。はい、帰ろう。今日はここまでにします。今日の戦果、右膝をぶっ壊しました。今日の成果は右膝ぶっ壊したことです。ありがとうございました。いやいや、帰りも小僧だよ。配信者だからね。頑張ってて。行こうか。頑張るよ。とりあえず毎日練習だな。はい、はい、回り込みながらのんちゃんの頭撫でれるようになれば。はいはいはい。でも身長差があるから、のんちゃん150しかないから感覚狂いそうで怖い。おい、キサキサさん、いらっしゃい。ストレッチは家でやる。風呂入ってから家でやる。やるよ。もちろん膝ぶっ壊しちゃってるもん。でもね、3ヶ月あるからね。3ヶ月あれば人間は変われるから、それが俺の考えですよ。3ヶ月あったら人間変われますよ。
3ヶ月後楽しみだね。疲れた。まず3分動けないっていうことが判明。根性つくっつうか怖えな本当に怖え。のんちゃんも怖かったでしょ。のんちゃん痛かった蹴りがマジで。意外と動けるっていうのが笑えるよねニートのくせに。カレー屋さんだった関係ないでしょ。はい。テレザンビ顎長いしね。フィリオスタイルだね、ほんと。うん。とりあえず9分間動けるようにしないと話にならないっていう。まず俺スタートラインに立ってねえわ。多分ね、便所太郎さん爆笑中だよ、今。便所太郎テレザンピン爆笑中でしょ、今。やべえぞこれ笑われるぞ。そんなさ、こんな5000円取って笑われるとかもう最悪なんだけど。ずっと言われるからね、負けたらずーっと言われるからね、配信は、うん、ずっとキックやってたけど、ムエタイルールは正直怖いね。怖いよ本当は。ボクシングスタイルだったら対策打てるんだけどね。猪木先方来いよーってちょっと練習しようそれちょっと練習しとこう、それ最悪の最悪ね。のんちゃん、あのそれだとカメラ確認できないから画角を、はい、逆逆回して、はい、あ、なんか押しちゃった。え、はい、人間の卵さん、これは15秒で倒されるレベルバラ。いざとなったらこれ戦おう。いざとなったらこれやるわ。もういざとなったらこれだな。もう伝説のヘタレとして語り継がれよう。あいつ試合放棄したわって。うん、いい戦法だわ。いい戦法。それを2分や。それを2分最後の1分が。OGW さん、伝説のヒットの当て感しないんだ。それが来たらでも蹴られて終わった。いや、当て感運動神経ないんだよ、見ての通り。人間と卵さん、便所に殺されるな。便所さん、マジ切れだよね。舐めてんのって。ていうか便所さん、本当にゆいかさん粒好きなのかな。ワンパンでしょ。いや、ワンパンだよ本当に。体重差考えてよっていうレベルだよ。いや、ほんと勇気あると思うよ。いや、これはね、来た方がいいと思うよ。5000円払う価値あると思うよ、マジで。俺、客で行くもん。こんなね、町会議とか2日間行ってるくらいだったら、これ行くでしょ。これはマジ神企画だと思うよ。あ、ドレさん。え、ドレさん、これ本物？え、今練習終わったのに、ここでやんの？ドレさん、本物っすか？え、ドレさん、サムネ近くない？これ本物かな。いや、これ偽物じゃん。
これ偽物っしょ、偽物じゃん、本物かな。フォロワーの数がおかしい。いやこれ来た方がいいと思うよ。配信好きを名乗るんならこのイベントは絶対笑えると思うよ。だ誰が負けても笑えるっしょ。俺偽物なんかいないよ。あーとか言って、それでうんって言ったらなんか逆に失礼じゃん。どうしよう、シャドウやる？ドレさんにトレーナーやってもらおうと思ってるんだけど、ちょここドールなんだよ、ちょっと戻っていい？ごめんね、ちょっと戻りますね、道路出ちゃったんで。今日の練習が終わったところです。トレーニングやっぱずっとしないとダメか。 OK、 途中で吐き気がして外しちゃったよ。慣れないとね、これに。どれさんこれ何ステアか、ステアカウントっすか。じゃあここでやろうか。ちょっと暗いけどすみません。暗くては申し訳ない。いやいや全然全然軽く。見えてんのこれ？ほんとは確認して。映ってる？ギリギリ映ってる感じ。見える？もうちょっとあっちの明かりの、あっち側行く？明かり、そこの明かりの方が。あっち側行こうか。うん。ちょっと明るいとこ行きますね。じゃあ、ノンさん持ってもらっていい？ここね。ポケット入れて、これ。見えてます？ポケット入れて。そのノンさんに映してもらいます。ドレさんに、教えてもらうんだよ。うわっ、あー、釣りました。伸ばして伸ばして、伸ばして伸ばして、ちゃんと伸ばして、分かった、ありがとうって。はいっす、あーって言ってダメだね、やっぱストレッチちゃんとやんないと家で。こんな感じです。行って釣った、いや普通にモモが釣った今のは。行ってお前31でニートだぞ俺、釣るだろ。マウスキーピース噛むだけで速くなってる、マジで違うのかな、やっぱマウスピース噛むと速くなってた、さっきより。そん、早くなってた？わかんない。お、妻にはいらっしゃい。見せ物でしょ。わかんないけど。結構様になってる。いやいや、もうめちゃめちゃですよ、本当に。めちゃくちゃです。ドレさんってキックボクサーっすか？ドレさんキックボクサーっすか？ボクシングっすか？もしかしたらキックやってました？ドレさん、ドレさんってあの体なんでやばいんですか、教えてもらえないですか。キックっすか、妻には本物やんつば、うん、総合なんだ。ちょドレさんもしかしたら年代的に俺の親父知ってるかなとか思って、俺の親父あのプロのキックボクサーだったんですよ。
キックとかあんま詳しくないですか？てか年齢がわかんねえかな、ドルさん。ドルさん年齢不詳で有名だもんな。もしかしたらあの親父とか知ってる世代なのかなと思って、格闘技ずっとやってるんだったら。総合か、体やっばいかんね、ドルさん知ってる？すごい、後で見せるよ。バッキバキだよ。ハンマー裕次郎みたいだから。今日マウスピースとあれ買ってきました、便所さんから連絡来たんで。マウスピースとあとバンテージ買いました。おはぐろって呼ばれてますね。ラブラブだよ、うん、ね。おい、のんちゃんいるよ。のんちゃんの方が動きが良かったって言われてるからね。のんたんの方がパンチ切れてるって言われたよ。本当に切れてたからね。のんたんもレディース部で出ればいいじゃん。いや、バンテージ、いや、ほずれちゃいました。巻き方多分間違えてますんで、 YouTube 見て研究してます。あの、なんかずれちゃうんすよ、拳の部分が。あれちゃんと勉強してます。で、あの、うっ血しちゃうし、なんかいちょうどいい加減が分かんないっす。全然分かんない。もうとにかくあれだ、この1週間はあれだね、まずリハビリからだよね。まず普通に動けるようにするっていうところからと、走ったり縄跳びしたり、いやもうそういうレベルじゃないよ。まずなんつうんだろう、太極拳から始めるレベルだよ本当に。まずこの1週間は体慣らそう。あの運動量上げるとかじゃなくて、だってこれで膝ぶっ壊してんだよ俺。ありえないでしょ、トレーニングになってないもん。まずトレーニングになってない。風船ありがとう、10個ありがとう。マジでやばいこれ。かっこいい革ちゃんだ。あ、かっこいいねあれ、いいな白黒。コンビニやる？最近は、うん、俺31だよ、若くないよ。配信切る切る。じゃあ切りますね、もうすぐ。っていうかマジで、あとあののんたんの蹴りでも痛かったから、最初にパーの状態で巻き始める。あー、なるほど、余裕を持つんだ、なるほど。あとその親指通す時とかが分かんない、その股を通す時。なるほどっすね。ちょっとドルさん、一週間ちょっと体慣らしておいて、あの、ダメっす。あ、慣らしておくんで、もうちょっと待ってください。もう、あの、後半戦、この1ヶ月はちょっと自分でトレーニングできる状態まで持ってくんで、今ドルさんに会っても失礼なだけなんで、あの、ちょっと運動しておきます、毎日。ほんとすいません。自分から、あの、お願いしておいて。ほんとそれから、そのレベルっす。はい。じゃあ皆さんお疲れ様です。のんちゃんでした。みんな付き合ってくれてありがとう、頑張るね。いいお疲れ。おお、サボちゃんいらっしゃい。お疲れ、お疲れ様です。うちきくん頑張るよ。おつおつ、おぎりチョコありがとう、頑張ります。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。